キャンパスの探究模擬講義の、えー、と本日で2回目の方を始めさせていただきますこの度は大変暑い中にもかかわらずオープンキャンパスにお越しくださりどうもありがとうございましたそれではですね模擬講義の2回目を始めたいと思います、えー、と本日のテーマはですねコミュニケーションがうまくいかないのは能力のせいなのか社会学で見える社会の不思議ということで えー、午前中の、ねえー、っと10時半あたりから始まったと思うんですけどもそちらの方の一、えー、つ目の、えー、模擬講義については心理学の方をメインに、えー、お話をしましたので、えー、こちらはですね社会学の方をメインに、えー、お話をさせていただきますす、えー、それではではねどうぞよろししくお願いします。 はい、でまずは私の自己紹介からさせていただきます、えー、私はです、ね、人間科学科の教員の河合恭平と申します、えー。こちらの写真はです、ねあのーえー、ホームページの方に掲げられている写真になりますね、まあ。マイクを片手に何かを語っている写真ですが、えっと、あれ、これはカラオケを歌っている写真だったかなあれ、違うか。<laughs> どの写真だったか覚えてないんですけど、はいまあ、こういう写真です。 で専門はですね、えー、社会学になります。はい。で最近はですね、あの、まあ。えー、っと、大学でも、まあ授業をやるようになったっていうことで。あの、去年はですね、あの。 オンンラインの授業が多かったので、まあ、あの普段からですね、まあ、音楽を聴きながらあのそこら辺を歩いたりするっていうのもやったんですが最近はですねなんかまあ自転車に乗って出かけたりとかですね、まあ、そういったことをやるように、まあ、なってますねでそれからですねあのこれにハマっております最近「えー、ぬ」っと「よっこらせ」って感じで出てくるんですがあのこちらじ えと実際の授業でも結構出すとですね学生に結構大人気で、えー、カワウソの人形なんですけどこちらですねあのちょっと普通のぬいぐるみとは違って声をかけたりするとですねそのままあの真似をして返してくれるというものですねちょっと録音したんで,ですねあのうまく声出るかな大丈夫かなあっ出ないね出 <laughs> ないっすな。 なんかね、い,おいっか、い行かな、<laughs> ちょっと時間がないので、えっと、なんかひょこひこ動きながらですね、ちょっと声変えてですね、あの声を出してくれます。まあどういう声を入れたかっていうと、あのまあ本日は最後までよろしくお願いしますみたいな声が本当は流れる予定だったんですけど、あのダメでした。<laughs> はい。まああんまり気にしないでいきます。まますあ出ましたね。<laughs> ちょっとトラブったけどまあこういう感じではい、はい、こういう感じですねよろしくお願いしますはい川ワウソ君カさんともどもよろしくお願いしますはいで社会学ということであのやはりですね社会学が扱うテーマは、まあ、大きく社会になります、ね、で社会ってじゃあ何だろうって聞かれたときに、まあ、皆さん何を思い浮かべるでしょうかねはい えいろいろあると思うんだけどもあのやっぱりその、えー、小中高校で習ったその社会科の科目をですね、まあ、思い浮かべるんじゃないかなと思います。えつまりえ歴史とか、まあ、政治とか経済え法律とかですかね、はい、でそういったものはですねあのもちろん社会に関係していてで社会学でもですねあの取り上げます。 だから皆さんがその大学で社会学を学ぶっていう時に、まあ、こういうね社会に関することっていうのはもちろん取り上げますがですね、えー、社会学で扱う社会っていうのはもっとですね独特なあの不思議ささ面白さっていうのがあります、えー、本日はね最初の方で、えー、っと最初からまあ途中まで、えー、っとその不思議さ面白さっていうのを皆さんに体感してもらおうかなと思ってますそこでですね マラソンを例に見ていきたいと思います。社会でマラソンってえっとそれは社会学なのかって思われるかもしれないけど、社会学で分析ができるんですね。はい。でマラソンはその個人競技っていうふうに一般的に言われるけど、社会学からするとですね、ものすごく社会的に見えるまあ、そういった競技になります。 個人競技ではなく、まあ、社会的競技だと宣言することもできるのではないかとそういえばちょうどオリンピックやってるので確か8月8日かな男子マラソンは、えっと、だったと思うんですけど、まあ、もしかしたら本日のお話を聞いてもらうといいかもしれないですね聞いてもらって見てみるといいかもしれないですねはいでマラソンの中継を見るとですねだいたいこういう感じで まあ途中からスタートして途中30キロぐらいまではだいたい集団で固まってるっていう、まあ、そういう光景をです、ね、多くの皆さんはあの目にしているのではないかと思います。どのマラソンでもだいたい中盤までは固まり後半10キロ切ったあたりでまあ誰かが抜け出してスパートがかかるという、まあ、そういう展開になりますよね。はいまあ 個人個人に走ってるランナーはそれぞれの意思で走ってるのだから毎回同じようなレース展開になるっていうのはどうも妙な話ではありますよね。はい、ねにもかかわらず多くのレースでは、まあ、先頭の方は集団で固まり、えー、展開されるでも本当に個人競技だったらですねあの集団にならず、まあ、こうなるはずじゃないかと。はい どうなるかっていうとこういう感じですねそれぞれが集団にならずにまあ個人の思い思いのままバラバラに走る本当に個人競技だったらこうなるはずでも毎回同じようにあのなんかすごい速い人とかいるんですけどあの毎回同じようにねなんか集団で固まって似たようなレース展開になるってことが多いはい まあこういうですね、なんか集団で固まって何か同じようなパターンが見られるなっていう時に社会学者は何か匂いを嗅ぎつけるわけですね。なんか、なんか同じようなことが起こってるなと。なんでだろうっていうふうに、まあ匂いを嗅ぎつける。はい。で、なぜ実際のマラソンは集団になるのか。えー、考えられる原因考えてみましょうかね。えー、ちなみに私は、えっと、 え皆さんぐらいの年齢の時に長距離走をやってました。だから当時の気持ちになって、えーとね、当時の気持ち、皆さんぐらいの頃に戻って考えると、おそらくこう考えるだろうと。つまり、作戦のためであるっていうふうに考えるんじゃないかなと思います。それは確かに、はい、確かにそうだろうと。ただですね、社会学を学んだ後に、 いや実はもう一つ見方があるるんじゃななないいかうううふにに考えるようになりました、ね、それだけじゃなくて、はい、あの本当はそ,のそれぞれで自分のペースでいきたい、うん、そういうふうに考えてるんだけどあの周りがそのような、えっと、ペースになっているからどうもそれにまとまってしまう。 なんか自分ではそのペースで行きたくないんだけどよくわからないが、えっと、周りがそうなってるから、まあ、そ,うそれについて行ってしまおうっていうそういうふうにねあの考えてしまうような仕組みがよくわからないけどあるこれは私が長距離走をやってた経験の中でもかなりありますね思い直してみると、はいね、作戦でやってるつもりが、えっと、そうじゃないのに、まあ、なんかそう思っちゃう。 はい、で社会現象の多くですね社会で起こっていることの多くっていうのはその周りがいるとえ個人の考えとは裏腹になんか思い通りにやらないとやろううとととしないということが結構あります、ね、本心ではそのようにしたくないのについそうしてしまうとか、ねはい、何か本当はやりたいんだけどもできないということがあります。はい でマラソンでもまあそういうことがあるわけですね。はい、でこの時周りのみんながそうだからっていう、まあ、なんか社会の力のようなものがです、ね、働いてるように思わないかと、はい、で改めてランナーたちに出てきてもらうとつまりそれぞれの人ですね、はい、先頭の方で走っている人は、まあ、マイペースで走ってるかもしれないけども、えっと、2, 2列目辺りにいる人とかはえっと なんていうかもうちょっと本当はいペースで行きたいんだけどなぁと、ね。前の方にいるペース人がこういうペースで作ってるからあんま抜け出せないんだけど、本当は早く行きたいなと思ってるかもしれない。ね、で後ろの方なんかは、まあ、これはかつての私になるのかもしれないけど、速すぎるなぁと、ペース早すぎる、ね。でもちょっとついていかないでこれまずいなっていう,ふうに思っちゃう、ね。かつての私、そしてだらだら遅れていくという,、ねはい、っていう形になる。ね、はい という感じですねでそれぞれ思い思いに個人個人の考えっていうのは持ってるけれどもねいろんなちょっと早いなって思う人もいれば、えー、遅いなって思う人もいるし、まあ、ちょうどいいなって思ってる人もいる、うん、でペース早いとか遅いとか思ってる人っていうのはそれぞれの考えで走ればいいはずなのにそうならないわけですね。 それはなぜかというとその集団で固まってくることによってそ,のそれぞれの考えで、えー、走ろうと思わないようなそういう仕組みができている、はい、そうするとですねなんとなくあの何ていうか個人個人が社会の中で走ってるっていう感覚が、まあ、感覚的につかめないかなっていうふうに思います、ね、パーッと、はい、これが社会っていうものですね,、はい、ね社会 なななんとなく見えたかな、はいまあ、これでなんとなく社会の感覚が見えてきればあと一歩かなっていう感じがしますはいで他の例を挙げてみましょうかえー、と本日の表題で挙げているコミュニケーションに関することになりますね、えー、例えば皆さんがコミュニケーションをしている時はい、ね、例えばこのこ,こちらのなんだなんて言えばいいの えっと、若干あのネイサン・チェンに似てるこの彼ですね。はいはいえー、これがあなただとしましょう、はいで。楽しくお話ししてるぞと。しかし、えー、友達がですね、こういう感じで1人、親、ちょっと表情,が表情が変わりますね。1人、2人と、おなんかちょっと具合が悪そうだと。ね、で、4人目とかね。ね はい、でこれ、これ友達かとちょ、ちょっとこれは母ちゃんではないかという感じがしますが、えっとまあ、2、3、4と増えると、ですねどうも、えっと、こちらの、ねえー、っとあなたの表情がどうもよろしくないなと、はいで。こういう経験ないでしょうかね、皆さん。なんか友達と2人でなんか盛り上がっているときに、えー、他の友達が何か入ってくると、あれ、なんかちょっと話しづらくなっちゃったなとか。 ね、そういういい感じの経験ないですかねあるいは友達と話している時の親とかが入ってくると「ちょっと来んなよ」みたいな感じに思うとか、ね「ちょっと話せなくなっちゃうじゃない」とか、はい、逆もあると思うんですよねあの、えっと。たくさんいる時は話せるけどもなんか人数が減ってくるとなんかどうも話しづらいなとか、ね、なんか帰り道とかで、えっと、みんなワい,い,い話してるけどもどんどん減ってきた時に、えっと、残り2人で残ったっていう時にね あ,のあ,あれちょっとあまりこの人とは話したことないから困ったなっていう感じで、えっと、それで、えっと、駅どこまでですかとかちょっと言っちゃうぐらいしか話せなくなっちゃうとか、まあ、そういったことはあるかと思いますね。はい、でこれは、えっと、個人の能力ですよねコミュニケーションをまあ運用する能力っていうのが変わってるわけではないんですよね。ですよね個人のコミュニケーションの運用能力が変わってるわけじゃない。 にもかかわらず人数が変わることによって、まあ、話しやすさ話しづらさっていうのが変わってくるっていうことがあるわけだと。ね、おっとちょっとなんかまあいいか、えっと。つまり、えっと、人数が違うってことはこれ社会状況が変わってる自分を取り巻く、ね、人間関係社会状況が変わってるっていうわけだと。 だから個人の能力は変わらないにもかかわらず社会状況が変わることによってコミュニケーションのしやすさが良、えっと、くなったり悪くなったりするこれって社会の力だっていうふうに考えることができます。はい、なんとなく社会の感覚って見えてきたかなって思いますが。 でえー、と最初にその表題に掲げた、えー、コミュニケーションがうまくいかないのは能力のせいなのかっていうことを簡単に答えを与えておくと、えっと、もちろん能力が関わることはあるんだけれども、えっと、それだけに尽きない社会状況が変わればコミュニケーションがうまくいったりいかなかったりするってことはいくらでもあるよっていうことがまあ言えるかと思いますそれが答えになりますねはいさて <laughs> えー、ここからは、えっと、ちょっとですね皆さんに考えてもらいたいと思います、えー。世の中でそのコミュニケーション力っていうふうによく言われてますよねで。皆さんもおそらくコミュニケーション力って言葉を使ったりすると思うんだけどもあの言葉この言葉って、えー、何を意味すると思いますか皆さん。コミュニケーション力。ねはい、でこの言葉ですね あの社会学にはですねこのコミュニケーション力っていう言葉自体の定義って実はないんですよ。ね、社会学の辞典とか調べてもコミュニケーションは出てくるけどコミュニケーション力とかコミュニケーション能力とかって言葉は出てこないですね。はいうん、ただですねじゃあ社会学の対象にならないかっていうとあのコミュニケーション力 が社会で実際に使われてるわけだから社会で通用していること社会現象と言いますだから社会学が扱うトピックにはなりえますねはい実際にそういう研究もあるしえっと専門的な論文が書かれることもありますはいじゃあですねあのコミュニケーション力って定義がない中で、えー、コ,ミュコミュニケーション力ね どう捉えればいいのか、はい、社会学者だったらまあどういうふうにやるかってことですね。例えば、便利な道具であのこういうのがあればですね、すごい楽でいいですよね。こういうの。例えばね、くコミ力が10万だとみたいなね、ピピピピピピピ、ポカーンってね、だ、は、め、い、ないので、こういうのは社会学者では使えないわけです。 あればすごい便利ですけど、ね、はい、じゃあ社会学者はどういうふうにやってみるかっていうと、まあ、実際にコミュニケーション力についての研究論文とか読むとあのこういうことをやってるわけです、えー。人々がコミュニケーション力って言葉を、まあ、どういう意味で使っているかそれを調べる、ね。人々がどういう意味で使っているかっていうのは調べて。 そうすると社会の中でのコミュニケーション力がどう通用しているのかっていうのが分かってくるっていうわけですね。はいでここでですねえっとちょっと皆さんに作業をしてもらおうかなって思ってるんですがあの人々の一員であるわけですよ皆さんね人々がコミュニケーション力って言葉をどういう意味で使ってるかその人々の一員である皆さん はじゃあコミュニケーション力って言葉をどういう意味で使ってるかえこれをですねちょっと皆さん今の時間を考えてもらおうかなと思ってますでえっとなんか多分配布されてると思うんだけど探究の歩き方ノートっていうのを皆さん持ってますかえっとなんかちょっと私コピーになっちゃうんですけどあありますねんかなんつうならあれ何色ピンクっぽい色のはい これの、えっと、4ページですか34ページに、えっと、探究カルテっていうのがあるので、えっと、そのあれですね一番上の見つけるっていう欄にですねちょっと記入してみようっていうのがあるので皆さんが考えるコミュニケーション力ってこれだっていうのをちょっと記入してみてくださいはいちょっと時間取りますね でこれはですねいわゆる、えーえっと、ちょっと書きながら聞いてもらえばいいんですけどもつまり社会調査っていうやりり方があります、ね、皆さんがどういうふうに、えっと、コミュニケーション力って言葉を使ってるか、ね、どう使ってるかっていうふうに、えっと、しのを調べる時に、まあ、この教室にいる皆さんにまあ 聞けけばいいわけですねインタビューで、えー「あなたはコミュニケーション力どういう意味で使ってますか?」って聞くわけですよね、はい。そうするとコミュニケーション力っていう意味があくまでこの教室内だけになっちゃうんですけど、はいねえー、どういう意味で使われてるっていうのがかは分かる、はい。あとはそのアンケート調査っていうやり方もありますよね。はい、それで調べる。はい でちょっと書いてみてえ少なくともこの教室で共有されてるこの教室の社会で共有されてる意味っていうのをちょっと考えてみようか。はい、でもしですねなんか思い浮かばないなっていう方はあの大学に入るとですねまあなんていうかいろんなことを学んで。 そういった中でなんかこの今教えたことについて具体例を考えてみてくださいとかいろいろ聞かれて答えてもらう機会とかっていうのが出てきますでそういった時にですねどう考えるかっていうことですねあの皆さんが多分あの高校で生活している時もそういうことを要求される課題とかあると思うんですがどう考えるか一つは一番簡単なのは自分の立場に立って考える。 例えばどういう時にコミュ力が欲しいと思うかおなんだか,なんか出てきたなどういういい時に小魅力が欲しいと思うか,とか自分はコミュ力ないなって悩む時があったりするかあるいはあこの時はコミュ力発揮できたなとかって思う時があるかそういうふうに思った時にあのそこで言うコミュ力って何を指してるかそれを書けばいい。 えーまあ、社会学っていうのはですね、えっと、社会で起こっていることを考えるわけですからえ皆さんもその社会の一員として日々何らかのことをやってるわけですねだからそれは考える材料として、えー、こういう発想法のですね何ていうか方向ですねいわば方向のようなものになるわけです。 ただ自分だけの立場だとですね偏りが生じちゃうので他人の立場からじゃあそれ考えたらどうかっていう、まあ、そういった発想法もありますね。はい、例えば自分の友達友達でコミュ力あるなって思う人がいるか、ね、あるいはそうじゃないなって思う人がいるかじゃあその時にコミュ力ってどういう意味があるかです、ね、そういうのをちょっと考えてみるといいかなと思います。はい 他人の立場はですねそんなあの身近な人だけじゃなくて芸能人とかあの自分の知り合いじゃなくても別にいいです、はい、そういう想像力があってもいいかなって思いますね、はい、本当はでですすねあれなんですよ、ね、一人一人一人というか何人かにちょっと答えてもらおうと思ったんですけど多分あれですよねコロナの状況なのでアクティブラーニングってまずいんですよね、はいえーと <laughs> ち,ょちょっとあの本当は全,全体に覗きたかったんですがちょっとね、えっと、書かれてることの内容としては、まあ、その話をですね何ていうか維持する能力ですとか、まあ、頭,の頭の回転の速さとかあとはそうですね、まあ、その仲の良さを保つとかですかね。はい あとはです、ね、その社会学のテキストとかでよく出てくるのはまあ優しさとかね、えっと、思いやりのある人間関係とかまあそういうのが結構多いかなっていうふうに思いますね。はい、ねちょっと全体見,見れればよかったんですけどもちょっとはいなんか、えー、コロナの関係であまりうまくできないようなのでちょっと先進みますね。 ちなみにですね、研究者ってどういうふうに考えるかっていうと例えば新聞記事でコミュニケーション力っていう言葉が出てくる記事っていうのをもう全部あの読んで,でそれで、えっと、どういう意味で使われてるかっていうのを明らかにする。 そうすると新聞とかって一般的一般性の高いメディアになるので、えっと、そこから一般的にどういうふうに使われてるかっていうのを割り出すとか、まあ、そういったことをやったりしますね。はい、でここからですねちょっと皆さんに考えてもらいたいと思うんですが、えっと、思いついたですねそのコミュ力っていうのはじゃあどれぐらい通用するものであるのかっていうのはちょっと考えてみようと思います。 あのもちろんですねここで皆さんに書いてもらったコミュ力っていうのをちょっと全員聞けなかったんですけども、えっと、だいたい共通点があったとしてじゃあそれが全国あるいは全世界で通用するコミュ力になるかっていうとおそらくそうじゃないと思いますね。ここにいる皆さんは少なくとも高校生の方が多いわけですが高校生で通用するコミュ力もあれば。 えー、例えば高齢者の方もあるしあるいは一般会社員のもうちょっと年代が上50代6、えー、40代30代そういう方のコミュニケーション力でもおそらく違うと思います、ね、だからこれはですねちょっと社会調査の限界っていうところもあるんだけども一つの部屋で集まった人がどういう人か。 調査の対象がどういう人かっていうのをちょっと考えないとそれを全国のレベルに広めてここで調べたからコミュ力はこういうものだっていうことは少なくともちょっと言うことはできないだからその限界は把握しつつおなんだ黒くなっちゃったけどはい、えーとえー、考えてそれ,をそれは一つの一応情報であるのでそ,その限界を認識しつつ、まあ、使って考えるヒントにしていくってことはあり得ますはい であとはでですすねねどううい状況先ほど、社会状況によってコミ,ュ力あコミュニケーションって変わってくるって言いました。例えばこういうなんか、ね、机を囲んでいろいろ資料を持ちながら話し合う場面とかあとは何か発表するとか、ね、で大学ではですねあの大学でのコミュニケーションっていうのを、ね、あの想定すると、まあ、皆さんが大学入った後に ディスカッションみたいな場っていうのを結構持つことになりますねはいあとはね皆さんが、えっと、図書館とか通ったり調査したりしたことをえプレゼンテーションしてもらうっていう機会もえ出てきますじゃあ皆さんに書いてもらったことっていうのはこういう大学でのディスカッションの場とか、えっと、プレゼンテーションの場に通用するものだったかどうかですねちょっと書いてもらったものを振り返ってみてほしいんですよね おそらく通用するももの例えば、えー、っとそうですね思いやるとかっていう場面っていうのはあ思いやるとかっていうコミュニケーション力まあそれも力かもしれないけど大学でディスカッションするとか発表を聞くっていう時にあれちょっと自分の考え違うんだけどなとかって思う時がある。 ああるるるいは疑問が出てくる時もあるこれ何言ってんのかなってそういう時に、えっと、それを異論を唱える形で何かを言うっていうことが出てくるそれは言わない方が思いやりがあるということになるかですねそういう場面がもしかしたらあるかもしれないけども大学での学びだと言ってあげた方が相手のためになります、ね、はい。 そ,うするそれ言ってあげることによってあなるほどそういう考え方があるんだなっていう学びになってくるわけですよ。はい、で大学生でこういうディスカッションをするとなんか批判とか異論を唱えると相手がかわいそうだからあまり言わない方がいいんだなっていう風な場面っていうのは結構見られるんだけどもそれは大学の場面では思いやりじゃないぞってことになるわけだと。 それはコミュニケーション力が発揮したことにはちょっとならないよねっていうことが言えますはい他の場面も考えましょうかえ例えば介護の場面ですかねはい例えば認知症の方だったとしましょうかでコミュニケーション力でよく言われるのは例えばリーダーシップとかって言われるわけなんですよはい特に仕事の場面とかね就職の時とかってよく言われます でもこういう場面でリーダーシップを発揮するってなんかちょっと違うよねってことは考えられますよねはい他にも例えばコミュニケーションにちょっと自信なくなっちゃったよっていうふうな人に対してじゃあどうコミュニケーション力で対応するかっていうこともなんていうかよくわからん話になってくるわけだと例えば あの世の中でコミュニケーション力っていう言葉がものすごいあのもてはやされることによって逆にむしろコミュニケーション力ににに自信をなくしてしててままうっていうい現象は社会学的にも結構明らかにされてますでもそれっておかしな話でコミュニケーション力が本当にあるんだとすればコミュニケーションに自信がなくなっちゃったっていう人をできるだけ出さないような社会になるべきじゃないかなっていうのはありますよね。はい なのにコミュニケーション力がある人はなんかどん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 のし上がってそうじゃない人をもしかしたら排除してるっていう世の中ができちゃってるかもしれない。はい、他にですねあのちょっとお遊びが過ぎるかもしれないんですけど例えばですねこれ分かりますかね「あの某ドラゴンボール」という漫画であのよくも「クリリンゴ」とかって言ってるんですがあの例えば皆さんえっと 漫画とかアニメを見ると思うんですけどあの面白いと思う場面って多分仲間同士で仲良くしているところよりもなんか、えっと、相手と相手同士で何か駆け引きをしている場面の方が面白いなって思うことってないですかね多分そっちの方が面白いと思うんですよね、はい、でフリーザさんとかはですね。 あの結構私の戦闘力は53万ですよとかっていう風なことを言ってるわけであれはまさにあのコミュニケーションで言えば駆け引きをしてるわけでそれを言うことによって相手に何か影響を与えようとしてるっていう、まあ、そういうところを読み取ることができる他にもいっぱいあのそういうなんか相手に対してものすごい権力とかを発揮する場面っていうのがたくさんあるそういうところを見ると面白いって思ったりしますよねはい。 コミュニケーションとかの,その社会学っていうのはまさにそういうなんか人間のやり取りの中であれっていう感じで引きつけられる場面そういったところにまあ人間の社会とかコミュニケーションの本質っていうのをまあ見いだしたりする。例えばあの相手と コミュニケーション力っていうと相手とそのスムーズなコミュニケーションをするとか相手はあまり傷つけないコミュニケーションをするとかそういったところに目が行きがちだけど何か意見の対立が起こって言い争いをしたりするそういうのも社会の現実なわけでえっと社会学っていうのは社会の現実を見る学問だからそういう対立がするっていうところも捨て去ったりはしないそれもし捨て去ったら現実を見てないことになってしまう。 はい、だからこういう対立をするとかこういった場面も、まあ、コミュニケーションの一つであるというふうに考えます。はい、で今ですねこの「コミュニケーションの社会学」っていうテキストを持ってるんですけれどもそこで取り上げられてるトピックをざっとお話ししますね。えー、例えば、えー、遊びっていう場面だったりとか。 あとはそうです、ね、秘密とかね秘密もやっぱりコミュニケーションの中に含まれますよねはい社交とかあとは儀礼演技とか、はい、あとは対話は当たり前かなあとは権力とかまあ上下関係とかっていうのもやっぱりコミュニケーションでありますよねはいあとはメディア笑い恋愛友、えー、愛 まあ友愛は友情になりますか。はい、家族、教育、えー、ケア。はい。しかもこれこのテキスト面白いことに、えー、暴力とか悪っていうので締めくくられてるんですね。はい。ね、暴力っていう関係の中にももちろんコミュニケーションっていうのは含まれているいるわけだと。で、暴力が生じる場面っていうのはやっぱりその社会の中でえっともちろん問題なんですよね。 そういう問題が出てくるっていうのはじゃあコミュニケーションの中でどういうふうに暴力が生じてくるのかそれを明らかにするっていうのももちろん社会学の役割だったりしますはいなのでコミュニケーション力っていろいろ一般的に言われてるんだけども、えっと、うまくいかないのは能力の問題なのかっていうと えもちろんですね、えー、と個人の運用能力によってコミュニケーションがうまくいくかいかないかは変わりますが、えー、社会状況ですねとかその場面に応じてコミュニケーションっていうのは変わるだから答えを出すとすれば能力のせいだけとは言えないということになるとはいこれによって私が言いたかったこと皆さんにお伝えしたかったことは まずです、ね、あの先ほども少し出したんですけどもあの皆さんがそのこれから大学生になるにあたって、えっとえー、学生としてもです、ね、その心構えっていうのを前提として作りたかったっていうのがお伝えしたかったっていうのがあります。はいね、ディスカッションの場面とかプレゼンテーションのが場面とか、まあ、そういったことで、ね。 単にそのもちろん友達と仲良くするのは重要だけども時には、えっと、意見がぶっ、えー、対立するとかぶつかり合うっていうところも、まあ、重要だったりする、ね。ぶつかり合うことによって他人が考えていることっていうのを取り入れ考えを発展させてそれは相手にも生じることなわけですよね。だからそういった人間関係っていうのは大学の中では求められますよっていうこと。はい、だからその ね、できるだけ、ね、仲良くするっていうところが何ていうかあの高校とか中学だとものすごいコミュニケーションのメインになりがちなんだけども大学に入るとですねちょっと違ったしいろんなコミュニケーションを経験することになるしそれはたくさん経験してほしいなっていうのが一つお伝えしたかったこと。も、はい、もう一つはですね、えっと、これも もうすでに関わってるんですけどコミュニケーションをめぐる社会っていうのは多様であり、まあ、能力だけで語りるきあこれは、えっと、何かと、まあ、コミュニケーションがないとかって自信を落としがちな学生っていうのはやっぱり目にすることがあるんだけどそれは、えっと、コミュニケーションの場面によって、えっと、コミュ自分のコミュニケーションがうまくいかないかいくかっていうのはたくさんある。 だから、ある一つの場面で仮にうまくいかないっていうことを経験したのだとしても別の場面でコミュニケーションがうまくいくってことは当然あり得るわけだ。だから、そういうコミュニケーションの多様性と自分がコミュニケーションがうまくいかないんだっていうふうに塞ぎ込まないでほしいなっていうのがもう一つですね。 はい、だから大学に入ってからそのディスカッションとかっていうのをものすごいうまくやる学生っていうのはいますあの普段のコミュニケーション苦手だって言いながらねはいなのでそういう可能性をちょっとあの信じてほしいかなっていうのと、まあ、そういうのをどんどん開いてほしいなっていうのが、えっと、希望です、はい、で社会学に関連づけると社会学っていうのはその多様な社会の現実ですね 社会は多様であるっていうその多様な社会の現実に目を向けてその事実ですね実際に社会がどういうふうにあるのかっていうのを明らかにするのをするかっていうのが、まあ、社会学の役割になってきますはいえー、コミュニケーションに関するお話はですねちょっとここまででこのあとはですねこの多様なあれですね社会の現実っていうこの部分にですねえー、っとちょっと 注目しながら、えっと、人間科学科の社会学でどういう勉強ができるかっていうのをですね最後にお話ししたいと思いますあ。もうあと5分ぐらいしかないのか。はい、で、えっと、まずですね、えっと、学科の教員による担当科目のテーマ分野から、えっと、説明しますね、えー。シラバスとかをですねあの見ていただくと科目が 先生がどういう科目を担当してどういう授業を皆さん受けられるかっていうのが分かるんですけれども、まあ、その担当科目名からですねえ抜き出したもの例えば荒川先生はですね、えっと、都市と地域っていう、まあ、社会の場面ですねあとは生活環境とか、はい、で井出先生は、えー、職場とか仕事っていう場面について扱ってます。 はい、で木村先生は、えー、文化とあとは、まあ、生と死っていうことですかね、はい、人間が生きるか死ぬかっていうことそれが社会の中でどういう意味があるのかっていうことを考えて授業を展開しますしまた沢口先生は、えー、家族とライフコース、ね、木村先生が生と死生まれるっていう場面と死ぬっていう場面を対象にするんだったら沢口先生はその えっと、その間の間部分ですよねライフコース。はい、で田中先生はジェンダーとか社会問題について、えー、扱う授業を持ってます。はい、で最後は私になりますが私はですねちょっとあの社会学の理論と方法っていうのはこれはちょっと何て言うか社会の場面ではなくって、まあ、社会のものの見方って になるんですけどもなのでちょっと例外的なんですが、えっと、現代社会論については、まあ、そうですね他の先生が取り組まれているというか、まあ、対象としているような、えっと、授業では扱われないような現代社会のまあ物事トピックを、えー、扱ってます、えー、例えばその、えー、移民とか難民とかですかね外国人の話あとは国家とか国民とか あとはそうですね最近の話題の話だと SNS とかあとは AI とかそういう技術とかリスクとかそういった話とかっていうのを取り上げてますね。はい、で学科教員が扱ってる専門やですねその科目なんですけども数あるその大学で社会学科ってありますが人間 科学科の社会学の特徴は、まあ、社会学の基盤となるものから構成されている、はい、社会学のテーマ数あるテーマの中でもかなりその主流というか面位を占めるような位置するような基盤となるものをですねそれぞれの先生は扱ってるかなというそういう特徴があるかと思いますなので、えーっと 人間科学科の社会学では基盤をしっかり固めるっていうことができ学生ごとのまあ興味関心っていうのを作っていくってことですねで作ってそれぞれの関心興味ごとに学習が可能になるっていう特徴があるといえるかと思います、はい、そして何より、えー、心理学 身体科学情報学っていう別の分野とともに、まあ、多角的にねあの社会学だけっていうわけじゃなくて別の分野と学ぶことで多角的にあの学習できるっていうところが人間科学科の特徴であるかと思います。はい、で人間科学科の特徴をねあの簡単にお話ししておきますと。えー 人間科学科の教員は社会学と心理学の大きな日本柱によって成り立ち加えて身体科学と情報学を扱う先生がおりますで人間科学科っていう言葉に関わるんですがこれらに共通全てね共通するものっていうのはやっぱり人間のライフつまり 生生生活ととととか人生とかか命人っていうことに関係している、はい、そういうのをひっくるめて扱うことができる、えー、つまり人間科学科っていう名称をまあ関してるわけですけどもそういうものをですね扱うことがで,できる学科なのかなっていうところが特徴かと思います。 社会学だと社会心理学だと心理だけになりますがそれぞれの学問分野を学ぶことによって人間のライフそのものを、えー、研究する皆さんを学ぶことができるっていう特徴があるかと思います。はい、ということで、えー、基盤としては心理と社会学ですけれども、えー、複数の学問分野によって多角的に物事を把握できるというわけですね。はい えー、あ,あと1分か、はい、でちょっとあの時間が来ちゃったので、えっと、ちょっと簡単にしますね。であとはですね特徴としては、ま、基礎から応用へっていう形で、ま、1年次にです、ね、ご覧のように基礎を関する科目っていうのが、えっと、用意されてで、基礎を学びつつ、2年次に基礎を固めて、えー、専門に踏み出すような科目が出てくる。 まあ演習形式で基礎を学ぶってことですね。あとは専門の各科目っていうのも2年次、まあ、1年次からも少しずつ学べるんですが、まあ、2年次からバッと学び3年次でさらに多様な専門性を深めるってことでいわゆるゼミですねで学ぶことになります、はいで。そして4年次にその専門性を応用し皆さんの中で極めていただくと。 とと、はい、いうことで卒業論文ということになりますね、えー。基礎から応用という形で積み上げ式に学ぶことができるかじゃないかなと思います。はい、であとはちょっとゼミについてですかね。ざっと。えー、特徴としては、まあ、1年次の基礎ゼミから卒業論文まで、えー、全学年で、えー、ゼミ演習科目が揃っているという特徴があります。ゼミでは まあ読むとか書くとか調べて発表して議論するっていうことを実践しながら学ぶことができるものです。なので知識を得るにとどめず実験とか調査,調査演習を通じて知識の実践っていうのをねまさに経験することができるっていう学びが特徴になってます。 そして何より、えー、ゼミメンバー同士でですねグループワークをすることによって、まあ、友達との仲も深,む深めるってことがありそれを学びそれで学び合うことができるっていう特徴もあります。はいえっと、1年次の基礎ゼミであのまさに私は一昨日ぐらいにグループワークでプレゼンをやってもらったんですがあのそれを通じてですねやっぱり本当にすごい仲が良くなったなっていうふうに思いました。しかも出来も良かったんで私はあの大満足。 でしたか、はいでえー、と最後ですね、えー、もしですねあのもっと人間科学科のことについて知りたいということがあればあとは午前中の,その心理学についての模擬授業を受けてない方は心理学についてもあの興味があるかと思うので是非、はい、相談ブースに、えー、足を運んでいただければいいかなと思います。 で他にも、えー、人間科学のホームページとか、えっと、あとは学科情報誌「ライフミル」などもですねあのご,ご参照いただければいいかなと思います。はい、で最後にあの、えー、この授業で扱った、まあ、コミュ力が気になるという方がおりましたら、まあ、こういう本とかを読むとですねいいのかなって思います。はい、ということであおやはい、はい はい、ということで、えーっとえー、最後までご清聴どうもありがとうございました。えー、以上になります